今日は桜の名所清水寺に行くことにします。清水寺は宝亀9年大和の小島寺の延鎮上人が千手観音を刻み音羽の滝の上の草庵に祀ったのが始まりで、2年後征夷大将軍坂の上の田村麻呂が伽藍を整えました。大山坂の石段を登り清水寺の境内へ向かいます。門に向かいますと左側に地蔵院善光寺堂があります。堂内部には如意輪観音を安置し、またお堂の右手前に首振り地蔵が祀られています。このお地蔵さん首が回り願い事のある方向に首を回して拝めば願いが叶えられると江戸時代から信仰を集めています。仁王門の手前に馬止めがあります。昔乗馬できた貴族や武士がここに馬をつないで歩いて本堂にお参りしました。仁王門の前に神社でないのに狛犬が立っています。しかもこの狛犬、なぜか左右ともに阿行の姿になっています。仁王門は応仁の乱の後再建された楼門で、朱塗りされ赤門と呼ばれ、脇門には鎌倉時代の大きな仁王像を安置しています。仁王門をくぐると石段の上に優雅な斎門が立っています。拝殿風に唐破風をかけ、また朱塗りに極彩色文様で華麗な桃山様式の美しさです。虎の絵はどこから見てもにらみつけられたように目が合うとされています。鐘楼は重い鐘を吊るために6本の柱、そして四方転びの技法を用い、柱に貫を上下三段に組み固めています。また蛙股などに華麗な装飾彫刻が施されています。有名な随久堂の手前に石灯籠があります。平家の侍大将平景清が源氏に敗れて捕らえられ、牢獄の中で爪で石の上に観音菩薩を彫り清水寺に奉納します。三重の塔は高さ31メートルで
日本最大級です。総朱塗りに各層の横木に桃山様式の極彩色文様を描いています。また鬼瓦は珍しく一箇所だけ龍になっています。西門からは西山に入る夕日を拝み、極楽浄土を観想することができます。の総門をくぐると弁財池には弁財天の祠や可愛らしい石仏の濡れ手観音が祀られています。戦隊石仏群は明治の廃仏毀釈によって京都の町々の大日堂や地蔵堂から運び込まれたものです。常住院の参道に戦隊余りの石仏が群集して祀られ、鎌倉時代の古いものもあります。左手にフクロウの手水鉢があり、龍の口から清水が湧き出ています。台座にフクロウの彫像があることからこの名前がついています。手水で口をゆすむと吐いたが治ると言われています。轟門の前には轟橋があります。轟橋は清水寺の口を形取っていて、中央の板張りをした両側の石の欄干は歯を意味しています。吐いたの人はこの橋を渡ってはいけないとの信仰や伝説が残されています。本堂入り口にある轟門は珍しい八脚門で、東大寺の天外門を映しています。左右両脇の間に平安時代の時刻項目点を祀っています。朝倉堂の東の庭に釈迦の仏足石が安置されています。多くの参詣者たちになぞられ、御紋などの文様が摩耗し、この足形は大男だった平の景清のものと伝説されました。また本堂西の廊下には大小の鉄の尺状と高下駄が置かれ、多くの方が力試しで人気があります。これらは音羽の滝で行を日産して願い叶えてもらった鍛冶職人が奉納したものと伝えられています。尺状も下駄も普通の人では持てない、また履けないので弁慶のものとなったのです。本堂の裏側の貫抜きの木の芽に沿って深さ3センチほどの溝がついています。これは昔のお百度参りの際についた数取りの櫛や敷身の擦り傷の跡だそうです。本堂内陣の巨大な趣味壇には各仏像が並び、
厨子の前には本尊お前たちの清水観音が立っています。本尊は秘仏で、33年ごとの御開帳は平成12年にありました。今日4月8日はお釈迦さんの誕生日です。本堂内では花祭りが行われていて、参詣者におまちゃが振る舞われています。本堂南正面には掛け作り総ヒノキ板張りの舞台が金運形に張り出しています。高さ13メートルもあり、釘一本も使わずに組み上げた木造建築です。地主神社は大国主の御事を主祭神とし、縁結びの神として若い女性やカップルに人気のスポットとなっています。境内には2つの恋の占い師が離れて立ち、目をつぶって先の石にたどり着けば恋が叶うとされています。清水寺の名前は音羽の滝の清めの水から来ています。音羽の清水は古来黄金水、延命水と呼ばれ、清めの水として尊ばれています。参詣者が列を作って柄杓に水を汲み、願い事を祈っています。の舞台、また音羽の滝で知られる清水寺は世界遺産にも登録され、観音浄土の風情の中、桜と市内願望はとても印象深いものでした。